を書くことはありません。誰も損をしないこのコーナー、ぜひやってくださいという、私たち2人にまさかの時事ネタですよ。ねえ、なるほどね。でもさ、最初の方で何、いろいろニュースとかスポーツとかのって言ってるけど、あんまり確かに紹介してない、ね、最近見たニュースといえば、あのドラフト会議で1位になったどこかの選手がすごい注目されてたっていうあのそう、エンタメ的な、エンタメ的なやつ、どっかのグループに入った巨人、違う、ドラフト会議1位になったあの野球選手が、あの練習で、そのどっかに入ったキャンプに入って、注目とかって言ったんですけど、しかし、あとは最近、円安になってね、90円で、なんで90円になっちゃったんだろう。
これ。Thank you.
モーニング娘。になりたいって思ったきっかけは可愛いグループに入りたいだったし、そのなんて言うんだろうな、やっぱ可愛い部分がみんなにたくさん